吉田和江です。5月11日になりました。うちなぐゆみ旧暦で言いますと4月4日にあたります。今日は、1972年の今日、米民政府が解散 した日となっております。また、先週先々週またまた、引き続きまして今日も、ジャックですね、湘南三線のど自慢大会の、スタッフの皆様、落合さん、関根さん、松田さんにお越しいただいております。早速、1曲みんなでやっていただきたいと、演奏していただきたいと思います。多分ご存知の方がいっぱいいるおじい自慢のオリオンビール聴いてください。はい、ありがとうございます。戦国復帰を迎えた頃はのところ、なんか多分三線入んなくなっちゃうかもしれないですよ。さっきの話じゃないけど、アカペラっぽくなっちゃうんですけど。じゃあ、三線私弾こうか。お願いします。はい。Yeah.
気で先に回す緑まで旅をしゆえあてまかいだおまけゆうはん書いてるさ。聴診器と、うん、ウートートゥーが矢島が作曲していて、うん、でなんで今日ここに来れないかっていうのは そ, うだ、ね、それを言ってくれってそれのなんかツアーで忙しくて来れないっていう、ね、こんだけ出させてもらっているのに結構いいのかな。は最後は曲は入れますかね。これだけここは場所を入れます、うん、ここでそしたらはい入れましょうか。はい、もうそれを番組の締めにしちゃいますか、それとも途中に入れますか。締めにしちゃいますか。わかりました、はい、そしたら、残りの放送尺が23分33秒なので、はい、はい、こんな感じです。
よろしければ曲明けから見たいと思います。はい、大丈夫ですか？はい、ではまた続きから回していきます。回します。皆さんの演奏と歌で、おじい自慢のオリオンビールをお聴きいただきました。ちょっと心どころ緊張なあまり、すいません。やるなんて言っといてダメですね、やっぱり、ね、いえいえ、とんでもないです。失礼しました。ありがとうございました。はい、どうですか、おじい自慢のオリオンビールもね、もうみんなやりますよね、この曲は、ね、そうですね、やっぱり、あの、よそでやるときに、なんかやってよって言われて、これやってよとかも、はい、リクエストも多いですしね、うんうん、はい、何年か前は、やたらと海の声だったでしょ、ね、ありましたよね、その時ね、 CM でね、うん、使われてからですよね。そうですね、うんうん、あったあった、うん、そう、やたらと海の声ですね、やたらと私今やたらって言いました。言いました。すみません。失礼しました。カットで。ね、海の声多かったですよね。うん、多かったですよね。最新やりたいっていう方も、うん、何をやりたいんですかって言うと海の声っていうのが結構ありましたね。うん、時代時代ですよね。うん、あるんです ね、 ね、そ、あの、なだそうそうとか、うん、なるほど、ね、あとは島歌。はいはいはい。福島んちの宝あたりですよね、うん、皆さん、そうですね、ね、やりたいって言ってくるのがね、うんうん、そうですね、海の声を私ちょっと聞いたことがないので、うん、もし、あの、やってよって言われてもごめんなさいって感じになっちゃうんですけど、うん、やっぱりその他に今おっしゃった曲はできるようにしなきゃなっていうのは思ってますね、うんうんうん、そうですよね、はい、海の声の場合は、うん、自分でかなり足さないと、あ、音をですか、音を足さないと、そうなんですね、うん、ですよ、やってないですか、やってないですか、うん、そうなんですよね、あの、なんか聞くところによると、あの曲は、CM 用に最初作ったみたいで、うん、あ、そうなんだ、なような話をちょっと間違ってたらごめんなさい、うん、で、だからあの、要はサビの部分が最初にできてたらしいので、うん、三振のパートが実は本編入ってくるとあんまりないんですよね、うん、なるほど、うん、だから、うん、と結構足さないと、あ、そうなんですね、ビギンみたいにバンド編成にしないと、うん、三振自体はあんまりないみたいですね、うんうんうん、そうですね、そうそう、っていうのがあります、うん、そういう時に、あの、どの楽器足されます？三振に他の足したいなっていう時、やっぱピアノですか？一番、そうですね、うん、音幅が広がるのはピアノかギターか、なるほど、なですよね、うん、うん、ね、うん、結構、あの、私たち、あの、茅ヶ崎とか藤沢から今日来てるので、うんうん、あっちの方だとハワイアン人口もそこそこ、あ、そうですね、ね、確かにね、はい、三振とウクレレっていう方とかも結構いらっしゃって、なんかそういうところも三振のちょっと面白さというか、そうです、ね、アンサンブルの中でもなんか存在感しっかりあったりとか、うんうん、面白いなと思いますけどね。そうですね、今回の、三振、湘南三振のど自慢大会も、ね、あの、いろんな、あの、演奏楽器とコラボするパターンが多いんじゃないですかね、うんうん、そうですね、うん、6月の15日ですもんね、はい、あと一月先ですね、うん、はい、どんな方々が出場するのかっていうのはもう分かってらっしゃるんですか？もうね、うん、抽選で10組が決まったので、うん、で、自己紹介もしてもらってるんで分かってますね、うんうん、例えば、まあ、70代のおばあさん2人組とかね、うんうん、グループ名はチュラオバーズっていうんですけど、うん、その方とか、うん、あと、まあ子供がメンバーの中にいる大所帯のグループもいたり、はい、うん、あとはね、ソロでなんかすごい独特の雰囲気の持ってるいらっしゃる方が、うん、エントリーしてます、うん、で、今年はあとね、
プロの方も出場が決まってるんで、うん、まあなんかいつになくすごいバリエーションが豊かな、うん、のど自慢大会って、うん、そうだからやっぱフラと三振のコラボしてるグループもあるんで、うんうんうん、すごい楽しいと思います聞いてる方も、うんうん、バリエーションがその年齢とかジャンルとかの幅が広いですよね。そうあなるほどね。やっぱこれも本当流派が超えてるというかノンジャンルでノーボーダーな感じがやっぱしますね、うん、そうですね。フラの人口すごいありますよね。すごいですね。とりあえずみんな子供にはフラをさせる。特にそう茅ヶ崎、藤沢、あっちの方はすごい多いと思うんですね。そうですね、はい、小田原でもすごい昔小田原のダイナシティのところでカルチャーでやってたこともあるんですけど、はい、その時に、年に1回かなんかで、うん、演奏を皆さんでするんですけど、うん、その時私たちの後かな、うん、フラの方々が総勢100何人、うん、わすごい、うん、すごいやってましたもんね、うん、100何人で合わせて踊るってことですよ。よくわかんない。よくわかんない。もうよくわかんない。わかんない。そうですね。何人かはね、音楽に回ったとしても相当な数が踊りますよね。そうね。そう、あとね、私が別のところでライブやった時に、うん、やっぱりフラの方がいたんですよ。うん、で、そして島唄をやった時に、うん、そしたらね、フラの方がね。うん踊り出してくれたの。島唄に合わせて、まあその振り付けがあったんでしょうね、うんで。その踊っていいですかって言われて、ぜひお願いしますってやったこともあって、すごい楽しかったです、ね。いいですね。ね、そういうその場で生まれるのもいいですよね。そう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 。そうね、そういうのがいいですよね。そういうのが楽しいですよね。本当音楽って言葉ね。ではないけど、うん、まあ歌詞もそうですけど、うん、ねその時に仲間になれるっていうかね、はい、そうですね、そういうのがいいですよね、うん、大会実行委員長の矢島今日も欠席になっておりますが、はい、そうですね、はい、矢島の方が海外でどっかの国で、うん、やっぱり弦が3本の楽器があって、はい、それをこう弾いて全然三振とかじゃないんですけど、はい、その国の3本の弦の楽器でカチャシやってみたらしいんですよ。あそこにいたいろんな国の人がやっぱり教えてないのにカチャシ両手を手を上げて、うん、沖縄の独特のね皆さん想像する踊りを、うん、ほとんどの人がやったって聞いて、うんまあ、そういう音楽って超えるものあるんだななんてね思いましたね、うんところで矢島さん今どこ行ってるんですか。いえばそうですね。実行委員長。どこら辺なんですかね。今は南についてるのか、そのはたまたその手前のどこかなのか。どこですかね。本当に点々と旅をしている人間というのもありますが。本当に自由ですよね。そうですね。うん、そこのそうですね大きい声で言っていいのかちょっと今迷いが出ましたけど。多分みんな思ってるだろうなって思ってます。本当になんか素晴らしいなというか、うん、ね、羨ましい感じです。そうですね。うん。まあでも今回ね、うん、会場に当日来てくれればね。メインMC、うん、そうですね。確かに、うん。皆さんがしっかりとね、してるから。いや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 。うんちょうどそうですね。CD のプロモーションで矢島の方、はい、日本全国移動しておりますので、はい、先週先々週と、まあ、ここ6週間にわたってのど自慢大会の PR をさせていただきにもうほぼジャックということで、ね、おっしゃってましたけど、はい、というところでブートートゥーという曲と、はい、さっちゃんの聴診器、はい、この2曲かけさせていただいておりますが、はい、これ実行委員長の矢島が作詞作曲作って、うん、作曲ですね、うん、作曲して、それのツアーというかプロモーションで、はいはい、今日は申し訳ありませんが不在となっております、はいはいはいうん、さっちゃんもね
私ちょうどね、あのライブ一緒にやった矢島さんとね、うん、一緒にやってリハの時からやってて、まあ、何回もその当時は毎年やってたんですけど、うんはい、その時に、なんかあったのかなって思って、うん、それで、まあ、何気に聞いてみたら、うん、あのさっちゃんのこと聞きまして、うん、だからすごい明るいテンションで、太鼓やってくれてたんですけど、うん、ああと思って、うんうん、すごいなと思ってね、そうですね、うん、これがね、まあ、言っていいのかどうかわかんないけど、いまだに、ね、解決してないっていうのがね、そうですね、うん、ありますね、うん、こう一つ歌として、まあ、形になったっていうところで、あの皆さんにも聞いたり、あと、まあ、一緒に歌ったりしていただけたらなっていうのは、うんうん、はい、思うところですけどね。これまた今日聴いていただきたいですね、さっちゃんの、ね、はい、よろしくお願いします、はい、では、よく振っちゃっていいですか。では、また聴いていただきたいと思います、高橋花子で、さっちゃんの聴診器。はい、ここで曲入れちゃいます。残りの放送尺が 6分50秒ぐらい。ちょっと肩こって6分50秒ぐらいなんですけども、はい、最後歌って終わります。どうします、場所譜、はい、どれぐらいの翌週でも、あ、なんか どうやってオリオンビールだったそうですね、そうですね、翌週ければ翌週にしますか、うん、はい、何でも大丈夫ですよ。じゃあ何をやる？最後。そうか。じゃあ喋っちゃうか。そうですね。喋りますか。エンディング別に曲あれなんだろう、決めてなければなんか適当にカラオケ入れておきますか。あれの最後、うん。それでフェードでもう。6分ちょっと喋って、もう曲フェードで終わりでも全然曲をもう1曲入れるには微妙なあれかなと思って、そうね、うん、か、もう1曲全然入れちゃって、喋るのは3、4分でも全然、じゃあ喋って終わっちゃうか、うん、はい、だから7分は喋りすぎだな、6分半ぐらい目指してちょっと難しいんですけど、まあ、あのもしあれだったらなんかうまいことやりますんで後でうまいことやりますんで、じゃあ、はい、はい、じゃあすいませんけど、それですいません、よろしくお願いします。じゃあこの曲続きから明けから参りますね、邪魔します。はい、さっちゃんの聴診器お聴きいただきました、いろいろと、もう長いですもんね、このさっちゃんの件、事件はね、考えちゃいますけどね、うん、まあ今日は、楽しくね、のど自慢の話をしましょう、はい、はい、よろしくお願いします、はい、と言いつつもうね、時間もそろそろあっという間ですな、あっという間なんですけどね、はい、でもまた来週があります、実は実はね、1回目の時どうなるかと思いましたよ、30分の尺がどう埋められるのかって、うん、もうドキドキしたんですけど、まあ、三振だけに尺がね、そうですよ、尺の話もしたし、にしたし、うん、ほんとここまで来てよかったと思って、うん、これいいですね、三振の尺の話ね、尺の話いいですね、うん、そうですよ、なかなか
尺問題はいろいろ尺問題ね、うん、ぜひね、謎の尺の話を知りたければ三線を始めてくださいということでそうですね、もしかしたら尺っていうのが何っていう人もね、聞いてらっしゃる方もそうですね、そうね、そうね、うん、だから、そうですよね、三線って面白い楽器だと思うんですけど、あれほど不完全な譜面はないですよね、うん、そうです ね、確かにそこに全部が書いてあるっていうのとはまたちょっと違うのかもしれないですね、うん、四角の中に全部同じ四角に入ってますもんそうですねあれおかしいよねでも長さが違う、うん、弾くときはそうですね、そう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 等間隔ではないというその、うん気持ちいいところというか、そうね、あれ字通りに読むと、だからね、例えば等身通りなんかでもタンタタンタなのにリズムとしてはタンタタンタなのに読むとタタタタタってなりますよね。だから知らないとダメですよね。うん、やっぱり、うん、そう聞きなさいって、うん、曲をよく知らないと、うん、まず聞かないとね、うん、分かんないですよね。言われますもんね。言われるよく聞けって、うん、クンクンシーを目で追うんじゃなくて、うん、耳でよく聞けって言われます。そう読むものじゃないとそうね読むものじゃない。そうそうお稽古なんかでも私が弾くと。クンクンシーを指でこうやっていく人がいるんですね、ラジオだからってあれですけど指でこう辿っていく人がいるんですけど、うん、分かんのかよって思っちゃいますよね譜面と違ってその上下もないでしょ、うんねまあ、今最近タブーはありますけどね、うんうん、ね八幡さんのとこは普通にクンクンシーですかやっぱり、はい、クンクンシーです、そう、聞いてらっしゃる方、三線やってない方はクンクンシーって何って思うかもしれないですねあの、工事の工、工、工、四と書いてクンクンシーというんですけども、はい、それで、それが一応参考書みたいなものですね、演奏は、まずその曲を知ってでよく聴いて知ってそして、演奏する人のセンスでまたちょっとね変えていくようなクンクンシー通りにやってもそれはあれですよね不完全というか、クンクンシーが正しいわけではないということもありますもんねありますね、ねだってやっぱ出てる本でも、ね、曲が違うのもあるし、うんうんうん、ね、うん、そう確かに、まあ、だから長くやればやるほど面白いのかもしれないですよね、そうですね他の人自分はこうやるけど他の人はこうやるっていうので、そこでも面白さがあったりしますよね、結構矢島さんなんかギターからでしょ、うん、そうですね、だからすごいいろんなその弾き方というか見てるとね、やっぱりあ、もともと何やってらっしゃったのかなっていうのは分かる弾き方ですよね、矢島さん、どこにいるんだ今マイクしゃべしてるかもしれない、ねはい、またでも来週もお越しいただきますけどももう一回ちょっと告知しておきますね、湘南第18回湘南三線のど自慢大会、こちらが、6月5日2024年6月15日失礼しましたみんなで突っ込まれてそこ大事なんだよ6月15日土曜日ですね藤沢市民会館小ホールとなっております。会場が14時午後2時から開演が、14時30分午後2時30分開演です、前売りが、800円当日が1000円となっております、なお小学生以下が無料となっております、お問い合わせは、ホームページで湘南三線のど自慢大会で検索してください。フェイル
三線クラブ、こちらでは、この番組ですね、チケット3組6名の方、プレゼントいたしますのでご応募お願いいたします。今日もまたねお時間が、ね、なくなってしまいました。また来週土曜日夕方5時にお会いしましょう。再放送は明日、日曜日午後1時からです。フェイの花三線クラブ、吉田和恵でした。はい、OK です。ありがとうございます。